ーさん、びっくりしたー、お前やめ、マジで見てほしい、やばい、ほんとにこいつやばい、ほんとにやばい、ほんとにやばい、そんなやばいの、ラギスとかやばい、ほんとに。はい、ということで皆さんどうもこんにちは。今日は FNCS グランドファイナルがついに始まりました。今まで出ていなかったナイトルたちのチームも出てくるので、一体どこが勝つのか分かりませんね。それでは見ていきましょう。通話にはアリケン、ライト、以上です、以上です、でやっていきたいと思います。さあ、シュート生き残っています。さあ、アンチ外でダメージ食らいながら、さあここはデモナダを倒して、さあまた1キル、さあ現在4キル、チームキル7キル、強い、7キルやばいな。さあ HP 回復して、さあ1戦目からシュートたちのチームが、さあバリバリしっかり屋根を置いて、さあチートしていきます。さあ残り11倍で21年、さあ3人残っているだけで有利。さあここは移動していくが、さあ資材をしっかり借りながらいていく。さあ同じ段には敵はいないか。さあ移動がうまい、移動がうまい。さあ HP 残した状態で、さあ移動して、さあシュート後ろ向いて、ここは倒しに行けるか。さあ真下壊して倒しに行きたいが、さあしっかり音を聞いて、さあ目の前の状況を判断。さあボット団子さんがいるわ。さあここはどうする。さあシュート一気に入り込んで倒しに行きたい。さあ状況判断がわからないが、A2 超えたとしっかり移動している。さあここは目の前デッドマンがいるが、さあシュート味方がやられてしまったが、ここは一度後ろに引きます。さあ順位を上げればポイントが上がっていくが、さあ味方全員やられて、さあ残りシュート1人になってしまった。さあしかしまだ生き残っている。さあ資材がない、真下に入ってアルマヒロを倒していくが、ここはやられてしまう。さあルリがここは援護する形。さあ目の前にはさあ C、 さあルリの資材も残り3枚、残り8部隊。さあ少し楽そうだ。さあ後ろからスープライフルもらったが、さあ横から出てきたのワイホがワンパン。さあここもルリが倒して、さあフロッパーゲット、おいしい。さあしかしワイルドオークやられちまった。さあここはルリ一人だが、これ間違いで順位伸ばして、さあ間違いで3位まで、さあ順位伸ばしたぞ。さあ上はユセアたちのチームが取っている。さあ下にはルリ、そしてポテのチーム。さあこれは2人だね、213です。さあルリが一体どこまでいけるか。さあローグラでやってるが、ここは打ち返している。さあさすがに資材ゼロ。さあこの状況では勝てない。3位はマジででかい、でかいね、あの状況からね。さあここはさあユセアたちが上から狩りに来たぞ。しかししっかり72ダメージ返して、さあここは1人うまいレイニーを持っていったぞ。さあ2対2、さあ分からなくなった。そうね、もうユセアたち回復勝負に持っていこうとしてるね。いや早くないか。いや4個あるんで、あとアンチ14秒で締まりきるんで、ね、多分間に合うと思うんで。さあ宮が倒している1人、そしてさあ上のポテもきっと巻いて、さあ宮ここ落として回復キャンセル、これはかっきり入れて、うわー宮が働いていく。目痛い、目が痛い痛い、あ見ないでこっち、あ見ないで、頭痛吐き気を催した人はねお近くの病院に行ってください。何の一切の責任を取らないので僕は。はい、どうもアリケンです。デブをいじめるのはね俺だけにしといてくれ。世の中にたくさんのデブがいる、でもいじめたら俺がお前のことボコボコにしに行くからな、分かったか。よし、さあロード長いね。さあ目の前、さあここはクレンがまた、さあリラを倒している。さあマウフィンやられてクレンと、さあラギスだけになりました。さあ一気にアンチード、一気にアンチード。さあ目の前、さあまたこれはクレンが倒すか。さあクレンがまたキル取っている。強すぎやろこの人、これ強ってか、これクレンさんじゃないの、みんな絶対間違ってるだろこれ。どっち、これ以上があるんですか。さあラギスもアンチードです。さあまた山の上クソアンチなので、さあここは移動していかないといけません。そろそろこれリフレッシュしておくね、そうっすね。さあ残りゼロなんで、さあ目の前ワンボックス入って、さあ直哉を倒して、さあここもさあ無理やりアサルトライフルでゴリ押し、さあショットガンワンパンで、さあ3人倒していった。さあ資材は回復したが、さあラギスクレンがやられてしまったので残り1人になってしまいました。さあそのまま走っていく。そうね、ワイホめっちゃ倒してるね、めっちゃキルしてる。さあワイルドホークたちのチームしかしやられてんね、いないよね。さあラギス残り1人になってしまった。さ
さあゆる SS さんのチームもしっかりいけてますね。さあナイトル、さあこれちょっと回復勝負、一旦アンチムーブしているんですけど、これはさすがに足りないでしょう。さあラギスがキルしてないですか。さあそうですね、1キル取って、さあ目の前も、あー倒していきたいが、さあナイトルにやられしまった。さあナイトル一人で回復勝負。さあキャベツがあったが、ここは気づいていない。さあ目の前 SS さんたちにバレてしまった。クロッパーもう一個食べて、さあローグラを選択、いや強い、2いけるぞこれ。さあしかし一気に降りてきて、ここはやられていきました。さあ日本生まれジャパニーズ育ち、さあ同じことを言っています。さあ104ポイント稼いでるこの人たち。だがここは SS さんたちの鍛錬が出た。さあマオミたちは生き残ってるか、死んじゃったかなワンちゃん、死んでるくさいな。さあルリたちが頑張っている。さあしかしワイルドオークが一気にダメージ、おーお尻が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 、おーすごいすごい、サービスがすごいねワイルドオークさん。さあルリ画面です。さあ回復勝負になってしまうか。さあフォーティックがやられて、さあハイグラの人間、さあエラモンスター、さあこれはアリケンフィッシュもあるし、さあトウモロコシもあるか、これは回復足りるでしょう。さあゴッドラビットのチームが勝っていきました。ビクロイナイスです、おめでとうございます。多分残り2試合だから大事にいくのかな、みんな。まあ2試合ちゃんとやれば60ポイント稼げるからねこのゲーム。だいぶさあクジャクが一発、さあ弓矢かなもらっている。さあコーラルキャッスルの横、さあコーラル俺なんだね。いやボットとやり合って食らってるわこいつ。ここのボット外役だから。うわうまうまうま、当たり前のように当ててるけどうまー。さあワイルドホークと、さあ試合飛びますルリー。さあナイジ応援してあげて、飛んで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 、さあ下に敵がいるが、さあルリーたち資材がないのでここは一度下に降りて、さあ目の前の敵デッドマン倒して、さあここはワイルドホークがショットガンで倒している。うまい、強い。さあ75枚まで増えた資材、頑張れ。さあもう一人、うえー最強か、神やんこいつ。分かってね、いいみんな、これなんか気味おかしいな、なんか楽しみだ。いやもう気づくなお前、大丈夫か、そんなもん。オッケー、 いつもとあんま変わらない。さあじゃあ見ていきましょう。さあ弓矢を当てられて、さあここも山、まあ92ポイントでさあ初日フィニッシュ。あの92ポイントあればいけると思うわ、全然明日も。あっけた、びっくりした、お前やめ、マジで見てほしい、やばい本当にこいつ、びっくりしたお前、やばい本当にやばい本当にやばい、そんなやばいの、ラギスとかやばい本当にこいつ、ガチやばいガチやばい本当にやばい、もう全部見るわ全部見るわ、もうやばい、僕もうあの半分諦めてたんだけど、こいつがやばい本当に、そうですね、うわー。さあここはクレーンがまず持ってかれて、さあマウフィンの HP も残り少ない。さあ一度後ろに下がって、さあクレーンを起こしたいが、ここは持っていかれてしまう。さあハープンガンで、さあ運命の赤い糸勝負、さあ勝っていったのは相手、持っていかれました。さあ目の前マウフィンがアンチ移動しながら、さあ移動している。さあマウフィンここは一発撃って、さあまずは1キル。さあ横からゴッドラビットたちが来ている。さあラギスギア上がっているか、敵を倒す気満々なムーブ。さあ資材も残り70枚、さあどこか敵を落として、さあ一気に撃っていきたい、うまー。さあまずはルイサナを落としてヘッドショット、さあカッキル入れて、さあ資材もゲットした。さあ一人だけ落としてヘッドショットを当てるという、もう全て完璧な行動です。さあ横にはシュートたちのチームも生き残っている。すごいねシュートたち、今日めっちゃ生き残ってるな。さあシュートたちのさあ一気の猛攻を、うわー。さあまずはカウンター一発シュート、ポンプで沈めていった。さあさすがにこれはシュートの蘇生は入らないでしょう。さあしかし一応さあカッキルを取りに行きます。さあ目の前シュートを移動させている、うまっ、はぁ、マジか。さあ残りの人も100ダメージからの、さあコアがやられていくが、ここはハムピサにさあキルを取られていく。さあ一気にキルを稼いで現在90ポイント。さあうわー、さあピズバンバーやって、さあ横に出てきた人も、さあムーンも倒す。さあ7キル目、えぐい。さあ11ポイントもどんどん上がっていきます。さあ資材も116まで回復した。圧倒的強さ、圧倒的エイム、うわー。後ろから来たデーモンもしっかりとヘッドショット、えぐい。9キル目が入ります。
さあ目の前レタスさんをマフィンが倒して、さあここはマフィンも前しっかり切れて、さあやっていく。さあ103ポイント、ここで100ポイント超えました。さあ移動していきます。順位も3位。さあ105ポイント。さあ2位です。 2v2 です。え、さあ 2v2 の状況。さあ回復勝負もキャベツがあるのでワンチャンできる。さあラギス、さあハイグラノ、うますぎ。モンスターにアソルトライフルでダメージ、ミルポット回復できる。さあマフィンも資材がないのか。さあアソルトライフルの、さあレーザーで倒そうとしている。さあここで、さあ山の上なので上に行くしかありません。圧倒的不利。さあラギスこっから勝てるのか。うまい。さあここはラギス、うえぇ、あ違うか、やられたのか、ランドびっくりした。あーなんか一瞬、いやでもすごい、すげえ、あそこから上げたなってことでしょ。さあそれでは気になるランキング見ていきましょう。1日目、さあ現在のセッションランキング、さあ1位シーフォース、さあシャモキ、2位がイスさんのチーム、3位がシークラン、4位がデッドマンボットさんのところかな、で5位にリザードたち、そんでもってゾタックスたちが6位、ゴトラビが7位、さあ MR ポテたちが8位、ユセアたちが9位、さあナイトルたちが10位で、あでも言うて俺さ聞いてほしい、重要なんだ、30ポイントしか1位と差はないんだよね。結構盛り上がる状況になってるよね。マジで低くなった。ちびくろいでこの20位までの人追い越せるんで、これね明日波乱だな、これ。明日やばいよねこれ。明日えぐいな。明日波乱だな。それでは皆さん、じゃあ今日は、1日目このぐらいで終わりにして、肝心なのは明日ということで、明日も同じ時間からスタートなのでお見逃しなく。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。今日見れてない友達とかのこんなだったよって教えてあげてね。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。スパチャしてくれて、読めてない人すいません、ありがとうございました。見に来てくれてありがとうございます。それじゃあ最後はまたなでコメント埋めてください。せーの、またな。バイバイ、お疲れ、楽しみだね明日。バイバイ。いや暑くなったなだいぶ。